ほら雷も見えるこれ。やったー。おお。でも。うわすごいすごいすごいでも。わわわ。ああ普通に持ってるからね。行かない行かない。はい、ということで今日はまたもや G46 とデート企画ってことで前回は一応なんかどういう流れでなんか多分オーディションやってまあなんか流れでやったけどもう今日ピンポイントじゃん。もうどうせあれだろ、馬面と俺の変な映像をこんな浅草で撮ろうって魂胆だろ。まあいいけどね、なぜなら再生は回るから。それよりも一番もうほんとガチなこと言うとほんと花粉がきついです。こんな一日外であいつはずっと覆われてるからいいけれども、まあいいわ。じゃあ今から早速合流だから、怖いけど合流しよう。こっちな、後のやついるなぁ。いるなぁ。怖いなぁ。スカイツリーバックにいるなぁ。どういう待ち方してんの。あー会いたかったなんか露出度上がってないか。いや今日は防寒対策で忍者っぽくしてきたけど。いやよくわからんけど忍者っぽくの意味が浅草の。その前にだいぶいろんな人に見られなかったか。めっちゃ見られた。そりゃそうだよ。まあ今日は浅草デートってことだから、うんじゃない、こっちらに面白がられてんだぞずっと。いいのかそれで。楽しんでいただけたら何よりです。急に真面目なとこ出すなよ。じゃあどう。でもウジピーずっと体調悪そうで心配だったから、また風邪ひいちゃったら大変だから、それで楽しい。いやいや、きもう嫌だって。スクリーンショットタイムです。いや、スクリーンショットタイムですじゃないの。切り抜きタイムです。じゃあいいんだよ、考えなくて。映像のこと別に。いや、もうわけわからんぞ、これ返すよ。こうしてまた、ウジピとデートできたのは、素敵な編集と前回の デート動画を見てくださった、心優しい視聴者さんと、素敵に切り抜きをしてくださった皆さんのおかげです。待って、手どうなってんだ。ありがとうございます。手どうなってんだ、これ。視聴者さんあってのみんなのウジピですので、どうか皆さん、ウジピをよろしくお願いします。エンディングみたいになってるいいんだよそんな最初から。であと馬でただでさえ聞こえづらいのに、もうこれにしたら結構聞こえないじゃん。こうやって聞かなきゃダメだろ。でどうすんのじゃあ。いやじゃあまあせっかくあの浅草ですんで、あの今日も素晴らしいお召し物なんですけれども、やっぱり着物に着替えていきたいなっていうことがあるんで。いや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 、やばい、着物デートでしょ。おかしいだろ。着物がもう本当に憧れだったし。違う馬が着物着てるみたいになるから。そういう恋愛とかまともなのしたことないから。違う恋愛じゃないぞこれ。馬が着物着てるの見て笑おうとしてるぞこいつら。ウジピの着物姿が見れるってこと。いや俺は着ないよ。え俺は着ないでしょ。じゃあそうです、あの宇治原はまだあの中のガラシャツ着ないと誰かわかんないんで、あの着替えさせられます。いやいやそうだそうだけど、もうまずこれかちょっと一個ずつ処理させてくれって。視聴者さん絶対見たかったと思うよ、宇治ピの着物姿。いいんだよその優秀なディレクター目線はさ。いやいや、そんな落ち込まれてももういいいい、ここにこんな長く尺取らんから。マイク行くよもう、とりあえず。あ、階段とか段差、はいはいはい。あー、じゃない、あー、いや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 、飛ばしすぎだから。飛ばしすぎだから。緊張してる。緊張じゃないよ別に、無だよ。ウェディングドレスを着た花嫁を待つ。ちょっと俺も浮かんだよ。そんな面持ちではいないけどね。あそうなんだ、来る？そろそろ、そろそろみたいな。いや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 
めちゃくちゃ思ってたより白い。めちゃ、いや、ウジピじゃないんだよ。マーキノじゃないんだよ。どう？すごいな。かわいい、かわいいけど、だいぶ目立ってるよ、さっきより。この馬感が。ごっちさんセレクトで選んでるよ。あ、そうなのね。より目立つの選ばれたぞ、多分。ここからはどうすんの？じゃあ今からは、まあ雷門を通りまして、ちょっと仲見世通りを歩きましょうか。いやきついなおい。一番の観光地ですからね。い、逆に嫌じゃないのかもな。別に顔が出てないし、見えなくてよかったじゃないよ。じゃあ行きます。行きましょう。うん。なんでやっても慣れないよ。うっぴはこういう着物でデートとかしたことある？着物でデートはしたことない。ない。あ、初めてほら、ここもう、ほらもうザ・浅草の場所来たじゃん。めちゃくちゃしてるぞ。ほら、雷も見えるこれ。今、ここで、外国人の、多分観光客のカメラも、多分完全に映っとった。多分じゃないです、完全にそうでした。撮って、一言で、パーフェクト。何が？いい日本の思い出できたね。何がだよ。めちゃくちゃ笑顔だったぞ、その人。恥ずかしい、本当に。おい、じゃあこれは並ぶわ、この団子は。そりゃ食べていいじゃん。うめえ。普通にうめえよ、そりゃ。え、いただきます。いや、だからさ、だいぶ怖い絵になってるから、だいぶ怖い絵や。全然肝心のイチゴが食べれてないじゃん。甘っ。うん。それ何なんだ、毎回毎回甘いの食うと甘って言ってる。甘い。うまいなぁ。イチゴも食うの？いただきます。マスマスカット。な、TikTok で聞いたことありそうな。これ、違う。これね、これね、はいはい。怖い怖い、相変わらず。串が全部入ってってんだよ、口の中に。外はパリパリ、中はジューシーで甘酸っぱくて、まるでウジプトのオブラートキスや。わからないな。オブラートキス？うまい。結構バクバク食うな。うまい。ストレートに聞くけど、取りたい、取れたの？取れてます。取れてんのね。完璧です。完璧ですってないんだよ。でもこういうの、普通のデートはこんな人気の少ない路地では食べない。俺を持って食べ、食べてるみたい。そうなってるよ、こいつ。はい、今とりあえず浅草デートだっつってね、雷門とか行って、で昇降路こういうのかけて、かかってないかかってないとか言ったりね、で煙が中入っちゃってゴホゴホみたいなのあったんですけど、全部使えません。いや本当に簡単に言うと、今警備の方が来て、あ、すみません、かぶり物ちょっと NG なんでって言われて、今急いで出てきて、でやっぱりコンプラを徹底してる俺がもうものすごい勢いで謝ったら笑われてましたね、本当に。いやいや、いいですよいいですよ、いやすぐ出てくれたんでいいですよっては言ってくれたけど、うん、許さんぞお前ら、本当に真面目にふざけてるだけなのにね。うん、いやそうだけど、徹底してそのルールはルール調べ係なんだから、こっちはお前、はい、肩書きルール調べの人なんだから、はい、それちゃんと調べてもらわないと。俺も嫌だから、その境内に馬のかぶり物したって理由で炎上するの嫌だから。なんか逆になんかそんなことがあったからテンション下がっちゃいけないと思って、テンション上げて頑張ってこよう。イエーイ。いやいや、あんたはずっと高いんだよ。いやいや、チンコ蹴られたぞ今。何ですか、普通に撮ってるから。
行かない。並んでる。何並んでる。みんなだって。ああ。何よ。あ、河原割り。あれじゃん、YouTube とかでもやってる人多いやつじゃん。そうなんだ。宇治原、気をつけた方がいいと。いや、舐めるなよ。じいさん、いけそう。全部割りたい。そうだね、じいさんなんかすごい絵になるよ、全部割ったら。調子乗りすぎんから24、本当に言われない可能性あるから。全くおもろいけど。いや24、でも行く、24行く俺は。おう、うん、俺24、俺がやってやっぱなんか見返したい。誰の視聴者たちを。じゃあそのまで、まず上半身だけください。はい、上半身だけ上から突っ込んで、そうです、もう一回行きましょう。そうです、いい感じです。わ、ラーメンの湯切りみたい。そうだけど、すっごい、すっごい切るじゃん。邪魔だなと思ったけど、なんかそのイメージやったらなんかやりやすくなってきてる。はい、何枚割れる。いや、24枚でしょ。全部いくよ。おお。じゃあ、いきます。お願いします。大丈夫ですか。はい、では、お願いします。はい、いきます。いいんすか、もう、はい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。やろうと思ったら緊張してきた。いや、緊張する。いきます。何枚何枚何枚。あと正直言っていいですか、衝撃音にすっごいびっくりした今。6、8、10、12、14、15、7、記録9枚です。うわ、10は行きたかった。うわ、中途半端だったらもっと割れない方がいいし。うわ、でも気持ちいいわこれ。でもすごいかっこよかった。何でもいいんだろお前は。好き。いや、好きじゃないんだよ。うわ、くそ、19枚か。緊張する。視聴者の皆さん、そして聞いてに来てくださった皆さん、オラに力を。気合い入れてお願いします。チェスト。おお、でも半分いった。おお。7枚残してたので、記録8枚ですね。ほぼ変わらん。情けな俺。いや、落胆してるけどすごい。悔しい。いや、俺だよ悔しいの。大して変わらないんだから。悔しいな。悔い。やめて、そのテンション落ちてる時めっちゃ怖いから。今が結構真顔だから。いや、でもなんかすごいストレス発散になる。でしょ。そう、それはそうなる。馬力8と馬力9。いや、ちょっと無理して馬に寄せなくていいんだよ。もうナイス、うまい。うまくない別に。いや、ありがとうございます、ほんと。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行きましょう、次に。はい、これだ。ここじゃあもう、もう、はい、これ並べばいいのです。どんな感じになってるの。もうこういう。うわ、ナイトプールじゃん。ああ、ナイトプールじゃない。バシャバシャ。明るいじゃん、ナイトプールして。せっかくなんで、勝負します。通常のやつ。勝負。うん、待って、ないっすよ、ないプレゼント。うん、いや、不安だな、そのプレゼント。もう、いや、でもやるからにはじゃあ勝負しよう。でも絶対勝ちでやるよ。俺絶対勝つよ。絶対何の躊躇もなく。いや、もう何が何でも。ちなみに本日の最高記録67匹ってある。すごいし。じゃあ1分、ね、1分、1分な。できます。できます。ちょっと待って、むず。見えない。
すげえ。じゃあ、金魚そのまま置いといて、ピッチャー入った。え、すごい。やった、1匹いけた。え、1匹いけました。すげえ。え、出ちゃった。すげえ。邪魔すんなよ。すごっ。あ、もうほら。落ちちゃった。あと10秒。あと10秒、嘘。もうこれでいいかな。よしよし。これ誰の？それ誰かのだよ。ダメだよ。3、2、1、終了。はい、勝利。いや、ダメよ、それ。あなたがないでしょ。はい、じゃあ結果見せてください。はい。よし、来た。はい。ちょっとね、あんまりこんなこと言いたくないですけど、本当に。泥試合。泥試合ですね。はい、ということで、なんか俺の勝利っていうか、もう本当1分が短かったんじゃないかっていうのもあるけどね。なんか、うん、1分間金魚を眺めてる馬2頭でしたね。いや、馬1頭だよ。俺は一応、俺は2個取ったからね。だってデメキンも取ったから。なんなら、え、悔しい、悔しいって言うけど、横でもう結構早い段階で多分無理だなってなってたんだなってたよね。じゃあ宇治原さんには、うん、とっても嬉しいプレゼントということで、はい、この後、うん、2人きりの時間をプレゼントしようと思います。こっちじゃん、こっちが嬉しいだけじゃん。あとどうせ多分花からその気だろ、多分絶対そうだろ、そりゃ。あ、ちなみに、うん、うちも GG チャンネルの皆さんと大好きな宇治君にプレゼントがあります。プレゼント、ちょっと待って、すごい量。なになに、バレンタインプレゼントって、これ、話し合ったんだけど、うん、これね、うちは、しばらくまた、また喉とか、カッコン糖とか、栄養補助食品とか、入ってるよ。え、坂本さん、はい、これは素敵な編集をいつもしてくださる大中さんと、河内亮太さん。亮太は、ただの友達だけど、スタッフとかじゃ。これね、はい、誰も触れてないけど、天下がそれぞれ一人二本ずつ入ってる。これはみんなはこの天下かなと思って、46番がセレクトしました。やめてくれよ。はい、ありがとうございます。いやいや、撤収早いな。一仕事終わりじゃないんだよ。次の場所に移動しましょう。次の場所にね。どうするの次は。さっきあの宇治原さんが金魚すくいのバトルで勝ち取った、二人きりの時間のために。もうそんなすぐ行くのよ、はい。お二人で密着人力車ラブラブ、ね、そうだろうなと思ったよ。していただく。いちいちすぎる以前にご褒美でも何でもないじゃないか。決まって決定校じゃないか、絶対。それとんでもない絵になるぞ。馬が人力車乗るなんか初めてなんだけど、しかも、うちも初めて。あ、初めて。うん、なんか初めてのこと言ってあるけどね。まあな、河原も初めてはあったし、うん、何より重い思い出にしようとしてるよ、ね、初めてとか意味をつけようとして。はい、ということで、うん、人力車到着しましたんで、はい、ここからはあの、うん、カメラお渡ししますんで、二人でゆっくりとあのラブラブなお時間をお過ごしください。ニヤニヤしてんねん。じゃあこれ持つのか。はい、初めてじゃない、この馬の被り物を。この浅草の長い歴史でわかんないけど、じゃあ乗れるのかな。はい、大丈夫です。あ、いいですか。あ、大丈夫ですよ。あ、お兄さんがやってくれるんですね、はい、お兄さんがじゃないよ、お前。いや、お兄さんがって言われる。これ言っていいのね。あ、面白い。はい、あの編集の大中の元相方の緑川です。大中久しぶり。緑頑張ってるよ。こんなに事務所の時からこれやってたもんね。そうですね。まだいると思わなかった。お前の話をしようと思ってたらお前がいてびっくりしたよ。、うん、はい、乗るよ。行きましょうか。いいの。はい、ちょっと段差気をつけて。後ろの車で行きます。はい、いろんな人に撮られてるじゃないか。いろんな人に、わけわからず撮ってる人みたいな。そうです、もう今日いろんな外国の人に撮られたもん。Welcome to Japan。
はい、はい、後ろに寄りかかって。わー、すごいすごい。すげえすげえ、ほんとにすごいすごい。ウジとメス馬がウコンバコン走るし。いや合ってるけど、これに関しては走ってるから。うわすごいわ、初めてだわ、初めて乗った。うわ周りから見たらすごい絵だぞこれ。イエーイ、エレクトリカルパレードみたい、うん、まあね。そうだよそうだよ。え、お兄さんは初めて馬乗せますか？馬乗せるの初めてですね。そりゃそうだろう。馬処女いるわ、馬処女とかないでその言葉。馬童貞だ、馬童貞。馬童です、みんなそうなんだよ。よろしくお願いします。お願いします。うわ、すごいすごいすごい。でもわわわ、あー揺れる揺れる。いやいや、揺らし行ってんじゃん、揺らし行ってんの。ちょっと川沿い走って、うん、スカイツリーあたり。オッケーオッケーオッケー、スカイツリー、うん、すごい、みんなに笑われてる。イエーイ、ありがとう、ありがとうね。ありがとうございます。忘れてくれ、気まずいから。イエーイ、忘れてね。ぶち切れる辻原、よろしくお願いします。やめろって、恥ずかしいんだよこの状況は。どうこれ、うん、すごい、初めて乗った。すごいよこれ、ほら。そう、乗ってみたいなと思ってたんだけど、なかなかね。ね、まあデートしないんだもんね。デートしたことがないんだもんな。まともな恋愛をしたことがないから、うん、こんな素敵なデートとかね、人力車に乗る機会がなかったから、本当にウジピには感謝してます、うん、ありがとうございます。いやまあ俺もだけどね、俺もそんな経験はないんだけどね、うん、めちゃくちゃいいじゃん人力車でも。ほんとこれすごい、うん、二人きりで人力車って言われて、なんかもううわーって思ったけど、ちゃんとテンション上がるなこれは。上がるね、うん。お、スカイツリーある。お、スカイツリーは登ったことある？なんか一個あるな。うちはウジピのスカイツリーに登りたいな。ダメよお前。ちょっとなんか見つめ合ってる感じで。なんでだよ、見つめ合ってる感じって何？楽しそうに、あ、喋ってる感じで。あ、いいですね。こうやって普通に道路を走れるっていうのすごい。うちらいつもパドックとね、コースしか走ってない、ね、いや走ってないですよ、普段からそれ買ってないでしょ。あー、惜しい、海がニヤニヤ撮ってるな。惜しい、うん、惜しいじゃないんだよ。ほらもう外国の方がみんなみんな Thank you Thank you 大日記だな。また好評ならね、こういう動画またあるかもしれないわけだけど、何があるかな、わかんないよな、普段あんまりデートとかしたことない俺らからすると。イメージすると何、なんか行きたいデート先みたいな。あー、じゃあ、うん、B-Boy ゲームズさんの案内でブラジルデートしたいでーす。まず飛行機どうすんだよ。飛行機はもう完全に取らないとダメよ、マスクは、うん、馬は。あー、そっか、ブラジルこの格好できたら怖いよ。サンバ踊りたい、サンバサンバサンバ、いやあんたは踊れるだろうな。あ、これ乗ったところか、もうそうか。帰ってきちゃった。はい、うーん、あー、ちょっとバイバイか。はい、帰ってきました。 ありがとうございました。いやありがとう、みどりくんマジで、ありがとうございます。よし、めちゃくちゃ恥ずかしかったです、こっちが。うるせえ。ごめんなさい。そりゃそうだろうな。でも俺はお前がいてよかったよ。お前じゃなかったらもっと謝らなきゃいけないと思う。どうでした？いやまあ乗った感想としてはやっぱ初めてだったからテンション上がったけれど。ね、うん、どうだった ?G416 は。もう、うん、またウジピのことがもっと好きになっちゃう一日でした。あ、総括はね、うん、総括としてはそういうことでしたね。なるほど、はい、じゃあ、うん、また次のデートを企画しておきますんで。いやそうだろうな。いや分かってる。よろしくお願いします。もう言ってよ、2人乗ってる時にもうなんかずっと心配して、なんか大丈夫かな、と再生全開取れないんじゃないかって言ってたから、いやどうせあいつらがまたやりたがるんだよ。よろしくお願いします。うん、あともうなんか今回に関しては、なんか前キスをどうのこうのみたいなくだりあったけど、写真の時に紛れてほぼそんなようなことしてきた。写真で確認してくれと。
で そちらはあの最後に載せさせていただきます、うん、いいんだよそんなチャート載せなくまあでもこんな寒い中とりあえずチャンネルのために協力してくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。